どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グールディ、インボーク、駆逐、ウイコーリを駆逐せよの A に、こちらのパーティーで調整していきたいと思います。エトを軸としたパーティーで、原作再現ですね。まあ、アニメの方ならルートへの最後なんですが、まあ、原作より、ウイさんとエトが戦うのは、まあ、原作よりですかね。の方を再現していきたいと思います。両脇には今回2周年で登場した石金木と石有馬を並べてね。まあここをね、金木と入るでもよかったんだけどさ。隙を見せるわけないでしょ。ま、特攻ついてるし、まあ、せっかくなんでね、両脇並べて、まあこの場合だと有馬はちょっといらないのかなと思うけど、そうですね。まあ、まずは覚醒させていきますか。まあ、有馬でブレイクバーストを取った方が、あ、まあいいか。一旦目有馬で取るか。いいんですけど。じゃあ、とりあえず全員で殴ってね。金木くんには、もうここで覚醒してもらうか。まあ、有馬でね、ブレイクバーストとは火力出るんだけど、まあ、今回は絵と軸に使っていくということで、いいでしょう。一旦目有馬でブレイク取って、その後は絵とで取ります。これ望み通りか。オッケーで、バフかけて、で、有馬を覚醒するともうそれ以降のスキルに自身のバフしかないのかな。味方へのバフがないので、ね、で、金木で防御力を上げて、相手の攻撃力を下げていきます。オッケー、まず一緒に殴りましょう。で、今1ターン目で1000、今500万ぐらいか、3000万ぐらいいくかな。金木のスキルの回転率いいね。僕だ。で、ここ入ると交換して言うと入る。あのウイさんのねっとりボイスな。入る入るは死ねえって入るの口の悪さよね。ここで覚醒していきますか。使う、お前が初めてだ。いや、この並びいいね。ロマンが悪くないか。使う、お前が初めてだ。この熱い並びを。まあ、ここ本当ならね、原作再現するのならば、フクロウ店長なのかもしれないけども、まあ俺持ってないんですよね。スペシャルガシャ、初期、結構最初の方に登場したスペシャルガシャのキャラ持ってないやつが多いですね。ゴールデンウィークリゼとか。で、ここは、あいつ武器耐久値回復してきたんで、エトでブレイクしていきましょう。まあ、撃っても武器耐久値削りがないんで、ガンガン金木と有馬を撃っていきます。僕だ。あ、いいね。やっぱりこの2人覚醒させて真ん中に武器耐久値を削れるキャラを置いておくのはすげえ使いやすい。初めてだ。あ、いいね。デートでブレイクします。で、いて、いてじゃないわ、エトのブレイクバーストは S プラスかマイナスだって 1.75 倍なんですよね。有馬が2倍なのに比べて。僕だ。オーケー、一発38万ぐらいか。使う、お前が初めて。まあ、スキルの回転率がすごくいいからポン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 打てるな。僕だ。オーケー、ここもハイロー一応出すか。ザン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 。まあ、R.E. の方はね、ハイルが死んじゃってからもうなんかウイさんちょっと壊れちゃったから、闇落ちっぽくなっちゃったからさ、ずっと局長側についていってね。お前が初めてだ。さて、今ダメージ見るの忘れたけど、もう笑けてくる。
あれこのさ、もう笑けてくるっていうセリフさ、ルート A であったっけな。ここもう笑けてくるって、あのエトが降りてきてさ、奇襲かけてきて、で原作で笑いながらまあ戦ってるんだけど、あれこのシーンあったかな。あのゲームも結局はアニメ寄りだとは思うんで。僕だ、それが僕だ。今鼻声なんでね、申し訳ない。花粉症、お前が初めてだ。鼻見行ったんですよ。そのせいで喉と鼻が完全に潰れちゃって。まだ金木打てるな、これ。僕だ。オーケー、デート打って、すげえスキルを連発してるけど、スキル打ってる時間の方が長いんじゃないか。この動画10分ぐらいになりそうだから、これ5分ぐらいスキルの動画になりそう。僕だ。オッケー。駆逐もさ、結局その1体とかだけだけど、なんかいずれまあ3体とか出てきてほしいよね。なかなかね、あのリニューアル前のその V 攻撃、エトなら、あ、じゃあフクロウ店長ならその右のうかっか効果か分かんないけど、そこを攻撃してそこをブレイクすると、まあ、若干敵の硬さが崩れるみたいな。防御力がね、ムカデだと右のカグネ左のカグネみたいな。あのシステム結構なかなか面白かったけど、強かったよな。でもあれなかなか削れなくてさ。僕だ。ああいいね、やっぱ、まあ、あのブースト使ってるっていうのもあるけど、ムツキとかのサポートキャラ今いらないな。カネキがいい仕事してるから。僕だ。今月のフェスゲンが何だろうって考えてるんだけど、まあよもあやと効果は来ないんじゃないかなと思うんだけどな、まだ。でもここら辺で見せとかないと、10日の見せ場、あ、まだまだあるか。でもそんな後ろで出す主要キャラ、このウィさん、毎ターン毎ターン武器耐久値回復してきてくれるな。復刻だっけこの駆逐って。僕だ。オーケー、ダメージは現時点で1億4000万。使う、お前が初めてだ。初めてだ。オーケー、まだちょっとあるから、うん、行きたいんだけどな。あらら、下がる。次あれか、ブレイクしたらエトを下げて金木出すか、誕生日の。そうしよう。お前が初めてだ。ああ、ここ武器耐久値回復してくれよ。オッケーオッケーオッケー。んでまた削っていきます。2億乗るかな。僕だ。でアリまで削って、ここでエトでブレイクしたらエト下げて金木を出そうか。で金木主体に、スキル回すようにね。2回は打てると思うんだけど。オッケー、デート使って、で金木を出そう。で速攻で覚醒させて、金木、僕だ。オッケー。でそういやフェスゲンでさ、この
ルート A バージョンの金木って出てないよね、まあ、プレミアムでしか出てないから、その金木出してほしいな。あそこの金木あんまグルカールでもそうだったけど出てなかったと思うんだけどな。ここで溜まってくれ、撃ってグールだ。あ、いけるかこれ。僕だ。いけそうっちゃいけそうだな。お前が初めてだ。いやー、いけるかいけないかギリ届かない感じかなこれは。うん、ギリ届かなかった。あと50万ぐらい多分届いてないわ、2億にはね。はい、というわけで今回は、駆逐のウイコーリを、エトを使ってね原作再現したんですけども、惜しくも2億は届かなかった感じですかね。ダメージレポートちょっと見ていきましょう。まあ、有馬さんがかなり火力を出してくれてますね。まあこんな感じで、はい、まあどうなんだろう、入ると誕生日金木をエトの両脇に並べた方がいいのかなとも思いますが、それだとサポートキャラ、まあ金木と何かを入れ替えながらが、まあ、でもそっちの方が火力出るような気がするんで、そっちの方もね、また今度時間があったらやろうかな。はい、ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。